巨人の阿部新監督は来シーズン門脇選手をショート、坂本選手をサード、岡本選手をファーストとして起用すると明言しました。これ以外のポジションについては全ての選手に競争させる方針を監督就任後のメディアで語っています。今シーズンは4位で終わり、2年連続でクライマックスシリーズ進出を逃すという失望を味わったため、原監督から阿部監督へのリーダーシップの変更とともに若手選手の積極的な起用を目指しています。つまり育成選手にもチャンスがあることを意味します。今年育成ドラフトで巨人は7名の選手を指名しました。ソフトバンクから戦力外となった船越選手、楽天から戦力外通告を受けたウレーニャ選手と育成契約を結びました。これにより巨人は現在41名の育成選手を抱えることになっています。そして支配下選手は新たにドラフトで指名された5名を含めて61名、オフには新外国人選手の加入も3名くらいはあると予想されますので、育成選手から支配下登録への昇格枠は最大でも6枠となる見込みです。そこで今回は残り6枠をかけた支配下登録争いを現状の成績などを踏まえて考察していきます。支配下登録候補投手編。今シーズンの巨人は育成選手の中から主に故障から復帰した選手が支配下登録へ昇格しました。今年育成ドラフトで入団してから直接支配下へ昇格した選手は松井颯選手が唯一です。昨シーズンも菊池大稀選手のみでした。最近では純粋な昇格が少なくなっています。しかし阿部監督の新体制のもと、首脳陣が育成選手にも積極的に目を向け活用する方向性が期待されます。また現在の育成選手41名の中には来シーズンに1軍で活躍が期待される選手も複数含まれており、何人かは支配下登録へ昇格する可能性が高いと言われています。過去10年間の育成ドラフト出身選手の中で支配下登録された選手を振り返ると、過去2年間では2023年に松井颯選手、2022年は菊池大稀選手と2名だけでした。しかし2017年は4名、19年にも4名、21年は3名の選手が支配下に昇格しています。ただ過去10年間の育成ドラフトからの支配下でチームの戦力として貢献できているのは、2023年にリーグの最多盗塁のタイトルを獲得した増田大輝選手と、育成選手出身として史上唯一のシーズン2桁本塁打を達成した松原聖也選手くらいです。他にも有望な選手が存在します。さらに過去に遡ると最優秀中継ぎ投手のタイトルを3回受賞した山口哲也氏も育成から這い上がってきました。そろそろ巨人にも山口哲也氏のように育成出身でチームに貢献する選手が出てほしいところです。残り6枠の支配下登録は一体誰が手にするのか。まず育成から支配下登録入りしそうな選手は京本誠選手です。京本選手は大分県の明豊高等学校に進学した後、1年生の秋からベンチ入り、2年秋にはチームのエースとして活躍し、九州大会でベスト4に進出しました。3年生の春には第93回選抜高等学校野球大会に出場し、東播磨との1回戦で先発投手として登板しましたが、4失点で早期降板しました。しかしチームはその試合に勝利しました。準々決勝では智弁学園を相手に3回を無失点に抑え、準決勝では中京大中京を相手に1失点の好投を見せ、チームを初の決勝進出に導きました。決勝では東海大相模と対戦しましたが、サヨナラ安打を打たれて準優勝となりました。3年生の夏には大分県大会で大分舞鶴を完封し、春夏連続で甲子園出場を果たしましたが、専大松戸に完封負けを喫しました。その後2021年10月11日のプロ野球ドラフト会議で読売ジャイアンツから育成選手ドラフト7巡目で指名されプロ入りを果たします。身長189センチの長身で最速150キロの速球とフォークボール、チェンジアップなどの縦の変化球を得意としています。来年20歳になる高卒3年目の京本選手は今シーズンは2軍のローテーションに定着し、15試合に登板して防御率 2.36、 ウィップ 1.36、 70奪三振、35四死球を記録しました。先発時には平均5イニング以上投げることができ、成長を続けています。秋季キャンプに参加した京本選手は阿部監督が見守る中ブルペンで投げ込みを行いました。練習後にはまず支配下にならないと一軍では投げられない、支配下になるためにはこのキャンプ、この期間とても大事だと思う、来年に向けていいスタートだけじゃダメだと思うので
ぶっちぎって一番いいというぐらいのアピールをしていきたいなと思いますと目をぎらつかせました。また12月7日には育成練習にも参加し、来春の支配下登録と先発ローテーションへの参加を目指して冬のトレーニング期間に熱心に取り組んでいることを明らかにしました。また実技の練習だけでなく自発的な座学にも力を入れており、勉強に1日3時間を費やすこともあると述べています。勉強熱心な京本選手は、野球を頑張る時期、頭から入れないと体が動かない、頑張って勉強していますと意気込みました。将来的には一軍の中心投手になる可能性を秘めており、来季の開幕ローテーション入りもあり得る選手です。次に支配下登録が予想される選手は吉村優セフ選手です。吉村選手は明徳義塾高校に進学し、2年生の春にサイドスロー投手に転向しました。その夏、1年上の白木大和と共に甲子園に出場し、3試合に登板してベスト8進出に貢献。3年生の夏、甲子園の2回戦で九州国際大学附属高校に対し9回2失点の好投を見せましたが敗退しました。その後 U18 ワールドカップの日本代表にも選出されています。そして2022年に開催されたプロ野球ドラフト会議で読売ジャイアンツから育成ドラフト3巡目で指名され、プロ野球選手としてのキャリアをスタートしました。トルネード投法の変則左腕が特徴的で、今シーズンは主にリリーフとして3軍に出場し10試合に登板、防御率は 1.89、 ウィップ 0.95、 20奪三振4-4-9という成績でした。フェニックスリーグでは6試合で9イニングを投げ11奪三振無失点という印象的な成績を残しています。1軍の打者に適応できれば来季には1軍ブルペンに加わる可能性があります。2022年のドラフトで指名された高卒育成投手の中で唯一秋季キャンプに選ばれました。1軍レベルで求められる技術や意識の高さを肌で感じ、自分に合ったトレーニング方法を学んだそうです。吉村選手は、目標はずっと1軍で投げたい、支配下を目標とするよりももっと上を目指してやりたいと意気込みを語りました。このオフシーズンに新たな武器を習得できれば、来シーズンには1軍のマウンドに立つチャンスもあるでしょう。次の候補は田村智樹選手です。田村選手は山形県の酒田南高等学校に進学し、2年生の秋に山形県大会で優勝を果たしました。3年生の夏の県大会では3回戦で延長10回を投げ11個の三振を奪いながらも、東海大学山形高等学校に対して11回に勝ち越し点を許し敗退。この結果、甲子園出場の夢は叶いませんでした。その後2022年に開催されたプロ野球ドラフト会議で読売ジャイアンツから育成ドラフト2巡目で指名を受け、プロ選手としてのキャリアをスタートしました。田村選手は最速158キロの強い直球を持つ右腕投手です。今シーズンは主に3軍での出場で11試合に登板し、防御率は 2.91、 ウィップ 0.94、 30奪三振13-4-9という成績でした。来シーズン1軍の戦力になる可能性はまだ不確定ですが、その才能は明らかです。速球が魅力の剛腕投手ですので、中継ぎクローザーとしても起用されそうですね。巨人には最速159キロを記録するクローザーの大勢選手がいます。今シーズンは怪我により出場機会が減少しましたが、彼のような160キロに迫る速球を投げることができる投手がチームに2人いれば、間違いなく相手チームにとって脅威です。10月20日のフェニックスリーグでは4回4安打無失点5奪三振と好投し、来年は1軍で初登板できるようにと決意を込めました。19歳という若さのため、将来的に非常に期待される選手であることは間違いありません。次の候補として挙げられるのは花田悠希選手です。花田選手は広島新庄高等学校出身で、1年秋から一塁手として活躍し、2年秋からはチームのエースで4番を務めました。3年生の時、春夏の甲子園大会に出場し、春の1回戦では4番投手として8回途中まで無失点に抑え、延長12回にサヨナラ2塁打を打って勝利に貢献しました。しかし2回戦では3回3失点しチームは敗退。夏の広島県大会では16回を投げて7失点しましたが、4回戦と準々決勝で連続本塁打を放つなど、4番打者としても活躍しチームの優勝に貢献。甲子園本大会では1回戦で横浜高校と対戦し、7回途中まで5安打無失点と好投しましたが、チームは最終的に2対3でサヨナラ負けしました。そして2021年に行われたプロ野球ドラフト会議で読売ジャイアンツから7位指名を受けてプロ入りしました。2022年は3軍で6試合に登板しましたが、シーズン途中から右肘のコンディション不良により故障者リストに入り、リハビリを行っていました。
シーズン終了後の11月14日には右肘のクリーニング手術を受け、その後の11月25日に育成契約となりました。今シーズンは主に3軍での出場で6試合に登板し、防御率は 1.00、クイップ 0.89、15奪三振、5四死球という成績でした。7月30日のバンディッツ富山戦では、2回以降は無安打に抑え5奪三振。ストレートのコントロールが良くて、ストライク先行できたことが良かった。そのおかげで決め球もしっかり投げることができたと振り返り、手術明けで最長イニングを投げられましたが、次はもっと長く投げられるように練習していきたいと語りました。もともと支配が登録されるほどの実力を持つ選手で、来シーズンは1軍での活躍が十分に期待できる選手と言えます。続いては富田竜選手です。富田選手は香川県立志度高校に進学し、2年の秋に公式戦デビューを果たし、背番号11を着用しました。3年生の春からはチームのエースとして活躍し、夏の香川県大会で初戦の高松商業戦に先発。しかしわずか3分の1回で3安打を許し、チームは0対10で6回コールド負けを経験しました。結果、甲子園に出場することはできませんでした。その後、四国学院大学に進学し、13試合に登板し、通算は1勝でしたが、43回3分の2を投げて、42奪三振という高い奪三振率を記録しました。そして2021年10月11日に開催されたプロ野球ドラフト会議で、読売ジャイアンツから育成選手ドラフトの8巡目で指名され、プロ野球選手としてのキャリアをスタートしました。特徴的な高足上げのフォームから投げ込まれる最速147キロの鋭い直球を持つ実力派の左投手です。今シーズンは2軍で25試合に登板し、防御率は 4.71、ウィップは 1.40、30奪三振、16四死球という成績でした。9月には4試合連続無失点で、追い込んでからの決め球の精度を意識してやってきた中で、まっすぐでも変化球でも空振りが取れたと好感触を語っていました。今シーズン富田選手は春のキャンプからアピールを続け、5月12日には東急ドームでの1軍の試合前練習に初めて参加しました。しかし6月以降にコンディションが落ち、支配下登録への昇格を逃してしまいました。まだ意識の低い部分があったと反省し、変化球の精度向上と筋力トレーニングに力を入れていくと意気込みを語りました。来年こそは絶対に支配下に昇格すると決意を新たにしており、選手の精神にあふれる左腕の来シーズンにも注目です。支配下登録候補打者編。次に支配下登録候補として予想されるのは中田歩夢選手です。中田選手は東桜義塾高等学校に進学し、1年生の夏からチームの一員となりましたが、甲子園大会への出場は叶いませんでした。中田選手の特徴は高校通算23本塁打の長打力と遠投120メートルの肩が武器です。2022年プロ野球ドラフト会議で読売ジャイアンツから育成ドラフト4巡目で指名されプロ入りしました。今シーズンは主に3軍に出場し、打率2割7分4厘、3本塁打、14打点、OPS 0.723 という成績を残しました。秋季のキャンプではメンバーに選ばれ、阿部監督から素晴らしいよね、高卒1年目で大したもんだなと思って見ていますよ、と守備力を高く評価しました。またフリー打撃では、すごいね、力は。1年生なのに、肩も強いしね、育成の隠し玉だよね、とかなり期待を寄せています。中田選手も、逆方向にもいい打球は行った、最後もしっかり叩いてレフトにホームランが出た、その練習法だったり阿部さんから教えてもらった T は継続していこうと思ってます。育成なので来年はなんとか食らいついてと支配下昇格入りを目指し意気込みを語りました。二塁のバックアップポジションでの競争にはルーキーの伊豆口選手や中山選手がいますが、中田選手がこの争いを勝ち抜く可能性も十分にあります。阿部監督からの高評価を受けているため、春のキャンプで一軍スタートを果たすかが注目されています。最後に紹介する候補者は相澤博人選手です。相澤選手は桐蔭学院高等学校に進学し、1年生の時から活躍しチームの主将も務めました。3年生の夏に行われた神奈川県大会では右中間へランニングホームランを打つなどの活躍を見せましたが、甲子園には出場できませんでした。そして2022年に開催されたプロ野球ドラフト会議で読売ジャイアンツから育成ドラフト5巡目で指名され、プロの野球選手としてのキャリアをスタートさせました。今シーズンは主に3軍に出場し、打率は3割2分9厘、3本塁打、15打点、OPS 0.914 という成績でした。内野手として登録されていますが、打撃力が特徴の選手で、フェニックスリーグではセンターも経験しました。
また韓国選抜の163キロ右腕キム・ソヒョン選手から本塁打を放つなど存在感を示しました。相澤選手はまずは2軍で活躍すること、そこで結果を出して1日でも早く支配下になって1軍に行ければと思っている、まずは2軍でレギュラーを取りたいと誓いました。来シーズンは外野手として挑戦する予定のようです。右打ちの外野手としての競争は激しいですが、現状では他の選手も決定的な強みを欠いているため、相澤選手には十分なチャンスがあると考えられます。いかがでしょうか。今回は残り6枠をかけた支配下登録される可能性のある選手を考察しました。あなたはどのように予想しますか。また期待している選手などはいますか。あなたの意見や感想はコメント欄よりお待ちしております。